ナミさん動画ありがとうございます。ナミさんの、ナミさんので変な言い方しましたけど、ナミさんの深い配慮がねいただけて本当に感謝しております。確かに、私の動画のアップロード本数、家庭ができようが子供ができようが全く変わることがないと思います。別にこれ仕事でやってるというよりもね、やっぱ私のね、なんかまあ恩返しでもありますしね。それから熟成さんが私からのメッセージを本当にね待っているんですよ。で、ナミさんもそうだっていうふうに言われてて本当にありがたいんですけども、私のメール配信があったらその直後にもう布団の中であろうが何であろうが本当にね聞いてくださって、私も再生数が見えるもんですから、配信してね1時間以内に50、60バババッと上がるのが見えるんですよね。で、ライブ放送やってもやっぱり10名前後の方があの時間に来てくださいますしね。で、まあそれを見た時に、まあ私今社会とのつながりが YouTube しかないんでね、速稼塾しかないんですよね。それ以外は全部まあ家族のために使ってますし、別にそれが苦痛でも何でもなくて当たり前なことだろうと思いましたしね。まあはっきり言って家族以外になんか仕事であろうともお金が儲かることであると時間が取られるのは非常に惜しいなって気持ちをするんですよね。というのが、家族はいつか離れていくんでね、特に子供は一緒にいても5年か10年ぐらいなんですよね。まあ、よくねこんなこと言うとそんなことはないみたいなね、いろいろと理屈がこねられるんですけども、でもその理屈っていうのは多分ね30年とか40年前の常識で、今このスピード時代に多分私たちの育てる子供っていうのは、3歳5歳10歳っていう3つの刻みで、私たち自分たちが育ってきた時とはもう5倍とか10倍の速度で旅立っていくと思うんですよね。まあ、そう考えたらのんびりとね、例えば高校生時代を思春期とともに家族が過ごすっていう図はもう浮かばないんですよ。むしろそうしてはいけないかなと。その時代遅れの家族像っていうのは早く捨てなければならないと、まあね、結構年を重ねた私でも思うんですけども、そんなことをほとんどの人は考えないんですかね、やっぱりね。だから時間は本当限りがあって、特にね子供の時間っていうのは1歳でいる時っていうのは1年しかないですし、2歳でいる時は2年1年しかない、3歳も1年しかないんですよね。当たり前ですけどもね。だから自分がつかみ損ねた表情とか、思い出とかっていうのはもう全く取り戻せないんですよね。そういうのもあるんで、何を置いても失ってはいけないのが、まあ、家族の時間かなと思うんですよね。まあまさにそのためにやってきたわけですからね。仕事のために仕事をやってきたわけでもないですしね。そんな、まあ、言ってみれば私にとってはそのお金を稼ぐとか仕事とかってすごい小さいことで、そんなことで人生使ってる暇はないなと思ってるんですよ。と言いながらね、結構年を取っちゃいましたけどもね。でも今後は自然に生まれる、利益収入ってものがある以上は、もうお金稼ぎとか集客とかそういうのに時間を使うことなく、今もYouTube のチャンネル登録者数はピークアウトしてどんどん減ってるんですけども、でも逆に別の人が入ってきて安定してたりとかね、集客してるわけではないのにやっぱ増えるなと思ったりね、まあいろいろ思いはあるもんです。まあその中でナミさんが私がね時間がなくって動画が作れない時のためにストックを送ってくださるっていう気持ち、本当にね今お聞きして非常にありがたいなと思いました。ありがとうございます。まあでもね、最新の動画は最新の状態で私も拡散させてもらいますので、どんどん送っていただいたらその日のうちにどんどん出してしまいます。私にとってはね、呼吸するよりも簡単なのが動画のアップロードであり、何かしかの話題を私なりにひねくり回してトークに変えるっていうことなんですよね。で、おかげさまでね、ここ1ヶ月の新しい読者さん、視聴者さんも、久保さんの動画、学びがあると。で、生活の改善ができると。で、仕事でも成果が出やすいし、人間関係良くなったり、まあ、ここ2ヶ月でね、その42歳の350円トラックドライバーの方が、24歳のほとんど口を聞いたことがない人にアタックして成功したみたいなね、これも久保さんのおかげですとか言うわけですよ。いや、確かに私のおかげでしょう、きっと。私の放送ずっと見てたら、まあね、上手なアプローチとか、男性がどうあるべきなのかとか、年の差恋愛にかけるべきね、自分の地位ってのは、きっとね、お伝えしてきたんで分かってくれたのかなと思うんですよね。まあそれを使って成功するかどうかはね、私の責任の範疇に及ばないんですが、ナミさん、こっからなんですよ。非常に頭が痛いことは。前回もお話ししましたけども、まあこの半年ぐらいですかね。まあもっと長い人もいるんですけども、視聴者さんの中には当然ですけども年頃の女性もいるんですよ。
で年頃の女性もいて、あの私もオフ会っていうのを前回やっててね、実際にお会いしてる人もいるんですよ。であれから、まあ、2年とか3年とか経ってるわけなんですよね。で私もほとんど忘れてしまった人も、本当こんな放送で言っていいのかな、忘れちゃいましたとか言ったら本当怒られそうなんですけども、いやはっきり正直言いましょう、もう誤魔化さずに、あのどなたとどんなエピソードがあったかほとんど忘れました、すみません。ただ記録を残してるんでそれを見たら思い出すんですけどね、少なくとも写真はあるし、人によっては対談をしてるんで動画もあるんですよ。でその中でね、多分この人じゃないかなみたいな、そのまあ年頃の女性からまあ結構熱烈なアプローチがあってですね、で前回そのことを私あの警告まがいにお話したじゃないですか。私はもう家族以外の時間は全然取らないし、女性というだけで二人きりで会うことも、個人的な連絡をすることもないし、やるんだったらオープンの場でね、ズームの対談で他の方を呼んでやる、これはやりますよ。でもその他の男女の関係はどんなに年齢差があろうとやらないわけですよ、ね、だからね、これ視聴者の方皆さん聞いてくださいよ、くナミさんと私はこうやって動画でやり取りしてますけど、全部一般公開ですからね。でそんな変なことはないです。そんなナミさんに失礼ですよ、私なんかね。なんで私は何回も言いますけども、家族唯一なんですよ。そのために来たわけですからね。で確かに昔はちょっとだらしない女性関係だったのはそれはね、あります。でもそこに身勝手ながら封をして今の暮らしになってね、もう不動のね、純粋なるね、本当、あ、すげえな、こんな旦那がいたらどんなにいいだろうかみたいなところまで行きたいと思ってるんですよ。でお金はある、時間はある、 むちゃくちゃ子育てする、で奥さん一筋で全く浮気をしないと。これね、俺にとっては奇跡だなと思って、いつもなんでこれ俺はこんな人間性を変えられたんだろうかみたいなね。昔の女性がね聞いたらね、多分殺しに来るんじゃないかなと思うくらいですけどもね。お前口を拭っていい子になったつもりでいるけども、ひどい目に合わせてないんですよ。ただお付き合いして別れただけなんで。まあけどね、なんかまあこれはいいですか。昔の話は置いといてですね、今なんですよ問題は。ナミさん、ちょっとね、年頃の女性が私になんかね意識を向けちゃいけませんよ。で前回動画をそうやって警告まがいに、全くそういうことはないですから、できないですよと、妙なメッセージもね出さないでくださいってことを話したら、まあご迷惑なら分かりましたっていうふうに退場していってくださった方もいるんですけども、余計に火がついた方がいてね、もうその家に行くとまでね言うわけなんですよ。はっきり言ってこれは私はすごく迷惑なんでやめてください。行くっていうような表現があるだけでも、その方をねちょっとこう波紋にしてですね、もう関係をそこまで言うんだったら、あなたは人に配慮ができない方だから退場みたいなことはねしなくちゃいけないかなと、それこそ絶縁状をね出さないかいけんかなと思ったんですよ。まあ、前回も絶縁状って動画を出しましたけども、あれは本当にね、私の元弟子でずるいことをやってるね、まあ、男がいまして、そいつに向けての絶縁状なんで今回のことじゃないんですけども、だから何と言いますかね、まあ放送してる限りは仕方がないんですけども、好かれたりね嫌われたりするの、けどちょっとね、私はそのこの放送が下手したらこうもうやめようかって話になっちゃうんで、本当にそんなことをね、私の気持ちを配慮せずに自分の気持ちだけ押し付けてくる方はね、どんなに、ね、若い女性であろうとね、遠くから熱心に来ようともね、ある意味私は差別してます。そういう、ね、思いを寄せてくれる女性だから会わないみたいな差別してます。その他の方は何の規制もなくね、どんな方でもお会いしてきました今までね。もちろんうちに来てくださる方もお招きしたりとかっていうのありましたし、先日もね浩二さん奥さんと一緒にいらっしゃいましたけども、だからね、あんまりね、その私が こういうのはやめてくださいよっていう風な人から、いや気持ちが分かってほしいんで本気だってことを証明したいんで行きますみたいなこと言ったら、もう本当にこれ放送自体やめますからって話になっちゃうんで、本当に私のね全部小さな幸せを壊さないでくださいと。まあありがたみ役というか、10年前の私だったらねホイホイ喜んでたかもしれませんけどもね、今は全然そういうつもりはありませんので、むしろまあ迷惑というかね、困っちゃいますんで、困っちゃうどころか敵になります私のね、そういうこと
やってくださる、まあ、この動画ね見てくださったらいいんですけども、前回も返信はさせていただきましたけども、なんですか、1行だけね、大迷惑ですってメール返信したんですよ。まあ、あれからねメッセージないですけども、私の動画を二度と見てくれなければいいんですね、そういう方は。本当にそのぐらい思います。そんなことを私一言もね、なんですかね、異性に対して呼びかけるような動画なんて一本も出してないですからね。このなんか年老いた顔で、まあ、つまらない自分語りをしてるだけですから、きっとそばにいい人がいると思いますんで、そちらの方に熱心になってあげてほしいなと思うわけなんですよ。で、ナミさん、こういうことなんですよ。放送してるとこういうこともある、いろんな誤解も受けるし、誤解じゃなくって、まあ、いろんなね価値観があるんですよ、世の中はね。うん、まあね、あれですよ、まあ、そういうのはなしにしてくださいということでね、ナミさん分かってくれますかね。そういう困った人がいるんで、困った人というかその人なりに熱心なんでしょうけどもね、絶対ダメです、それは。で、ナミさんがこうやって動画を送ってくれるのも、その方がね、ナミさんとできてるんでしょうみたいなことを言うわけですよ、バカ野郎と。違う、本当にこれはね、ビジネスという大会にいる、まさにナミさん言われてましたけども、会社で例えると同じ会社に出勤していて男性も女性もいるっていう関係で、本当事務的に熱心に作業をしていたりとかね、その中でおはようこんにちはとかやったりとかね、うん、まあ実際にはないですけども、昼飯食いに行くみたいなのあるじゃないですか、飲み会ちょっとこの後飲みに行こうかみたいなね、そういうの何のねないわけですよ。タイはなんかほら警告音鳴るでしょ、だから、うん、だからナミさんが言われたことが本当その通りで、ナミさんはねもう戦友として、そして熟成として私にコンテンツの提供をしてくださってる、まあ、だけですからね、まあ、そんなとこですよ。まあ、誰に対してのこのメールか分かんなくなりましたけども、まあ、ナミさん本当に今回動画ありがとうございます。実はね動画まだね10分ぐらいしか見てないんですよ。でもうねいたたまれなくて、まずこの動画をまず撮ってから、それからナミさんの後の動画見ようと思ってますけどもね、ナミさんと私どころか私は誰ともできないですから、金輪際ね何が起きてもできないですから。可能性ゼロでございます。もしそんなことになりそうになったら私首くくって死にますからね、その瞬間に。わかりますか。そのぐらいの気持ちですからね、ですんでね、あれですよ、もしそういった恋心を余らしてる女性がいるとしたら、それは別の方に言ってください。もうこれ恋愛はある意味先着順ですからね、残念って感じなんですよ。はい、それではね、後半の動画見ながらまた返信動画作らせてもらいます。ナミさん本当ありがとうございました。